七瀬ダムの洪水調節は洪水履きと呼ばれるコンクリートの構造物により実施し、洪水履きには常用洪水履きと呼ばれる四角形の穴を設けています。七瀬ダムの洪水調節の仕組みについて説明します。大雨が降った時には洪水調節容量を使って洪水の一部をため、下流に被害を与えないように洪水履きから放流します。七瀬ダムではゲート操作はなく、自然調節方式で洪水調節を実施します。七瀬ダムの洪水調節の仕組みについて動画で解説します。雨が降っていない通常時は、ダム湖の水は洗濯取水設備より取水してトンネル内の放流管を通って七瀬川に流れています。雨が降り出すと流入量毎秒6立方メートルまで、通常時と同様にトンネル内の放流管で流入量と同じ量を流します。雨が激しくなり、ダムに流れてくる流入量がさらに増加した場合、流入量が毎秒6立方メートルを超えると常用洪水履きからの放流が始まります。さらに雨が激しくなり、流入量が毎秒70立方メートルを超えた状態になると、トンネル内の放流管からの放流を停止して常用洪水履きのみで洪水を流下させます。流入量が毎秒70立方メートルを超えた以降の状態が七瀬ダムにおける洪水調節といいます。